に良すぎてもなんかもう一つ一つがなんかめっちゃ凝ってはって、すっごい良かったですね。カフェルくんハートの3連でありがとうございます。もうめっちゃテンション高いです。だから今自分が公園出た後かのようなぐらいのテンションです。サイン買ったってありがとう。まだ見てないですか。こんばんは、よしみつちゃん、お花さんありがとう。こんばんは。ちょっと今日ね楽しみで早く行きすぎて本当に、それでどうしましょうって思って、そうだ NNB ショップ開いてると思って、とりあえずねもう買っちゃいました。自分こんばんは、ゲットしちゃいました自分。明日からアイスリナックのために毎日残業頑張った。明日から？うん？ありがとう、ゆうちゃんハート。あとこれも買っちゃった。プラマイドも。かわいいの。よしよし、バブちゃんだね。やっほー。マッチュン。だるまさんありがとう。サインの当たらなかった、ちょっともうこれ自分でサインしようかな。とりあえずこの3つのグッズを買って、キーホルダーは自分のカバンにちゃんとつけて毎日よしよししたいと思います。お守りも買おうか迷ったんだけど、ちょっと予算的にねこっちにしちゃった。やっほー。あ、個別はサインないんや。ちひろくん、おっぷっぷありがとう。アイドルが予算って言ったため、自分のポケットマネー的にラムネ写真は入ってるか当たるか当たらないか。そうなんだ、心にサイン、カキカキカキ。インドカレーとキーホルダーでピュー活したら立派なピュオラ。本当にひなくんとお揃いにしよう。まだ全然売り切れじゃなかったよ。ショップあれスタンプカードあるの知ってました？ぜひ皆さんスタンプカード貯めてください。ショップで明日買っちゃう。明日と言ったらあれですね、オンラインサイン会。ジジジジジ、オンラインサイン会じゃないわ、お話し会の受付がまたあります。そして明日はね昼型 NNB もありますね。エリリンハートありがとう。
ショップでサインしてくださいって言われなかったかしなかったもうね5回ぐらいショップ行ってるんだけどな、あ NNB になってからなかなか言われないの、あれれ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 いやいや自分から動かないとか、認知はされてないですね。けど早川ゆなさんのキーホルダーと早川ゆなさんの何々と早川ゆなさんのブロマイド、うん、みたいな感じで早川ゆなさんを3回も連呼されたら、ああ私ですって言いたくなりましたねこんにちは、ひなっち、やっほー、お客さんいました、他にも。私のブログ、あそれ次言おうかなゆななんピオラーですよ。まあユナが一番さ、みんなあの一番ユナナのカメラホルダーユナナ率高いねん。何のマウントやねんな番号を言ってからなんか注文で本当にこれで合ってますかみたいな感じで復唱されるんですよ、その時に。ふっ、ナナ大好きありがとう。もちもちかんめさん、かんめかんめさん、かわいい。やなの口からね、ありがとう。話し方で気づかれそう？もう一回くっつみして。シナモロールおめでとう、ありがとう。みさきちゃんっぽい、ただだだだだだのだだだだだのあくき、そうだってだってだってってことか、そうだってだってだってのアクリルキーホルダー。ちなみにね、あのね、多分赤い衣装の方も持ってると思う、アクリルキーホルダー。なたん、かわいいかわいい、天使やった、ありがとう、サイン会だった、おめでとう。そうだ、あの新しいね、ゆなのねブログの中にね髪型も全部買って書いてあるので、明日は明日はオンラインお話し会ですよ。さっき買ってたので褒めて、おめでとう、ありがとう、ありがとう。ぜひ髪型、みんなツインテール好きやから、ツインテール率高くしたので、ぜひぜひ髪型で、このゆななの髪の型好きやから、この部にしようとかでもいいので。髪型込みの宣伝画像作ってくれたの、ありがとう。
なんかもうツイブ目指して頑張ってるので、カフェオレケ花のサリーナありがとう、ナナヤッホー、お仕事終わったんご、お疲れ様。ニナナチンってほんまに破壊力強いから気をつけなあかん、まあ今日はユナくん全身写メ撮ったので、それをラブレターに送りますね、ユナナのラブレターちゃんに。クッククックック、見出し4部から5部本当にね、あの頑張りますよ、同じで同期もだんだんみんなに先越されないように。みんなウェイやったー、ウェイ写真写真ワクワク、なんかもうちょっとでもたくさんピューラーさんとお話したいんだよね、今日からラブレター撮るかな、おぜひぜひゆなくんのラブレターどんどん進展して進化していかないとね、ひなな奈良できます、奈良県だけにひなな奈良できます、ひなな奈良みなさんと対談できよってありがとうございます、嬉しい、こんばんは、そうなんです、リカティさんが15日でユナが19日で、リカティさん100回ぐらい自分の誕生日言ってるのになかなかリカティさん覚えてくれなくて、ポンポンいつもユナのおかげで仕事はかどってます、ありがとう、こちらこそありがとう、こんばんは、キアンちゃんハートありがとう、今週の土日どっちかカラオケしようかな、ナナこんにちは、こんにちは、カフィオレくんハートの3年ありがとうございます、ツイッターのプロフィールにユナナ追加してきました、見ました、ハルリンスさんの後にユナくん書かれてた、嬉しかった、ありがとう、4歳違いの誕生日横違い本当だ、なんかねほんまにユナリカティさんと運命的なことが多くて、本当に似てることが多くて、姉妹かな、こんばんは、昼のツイッターの写真全然可愛かった、やった、こんばんは、プンスカプンスカって怒ってみ、プンスカプンスカゆきくんハッタありがとう、マッチンハッタのサレンありがとう、私のプロフィールは誰も増えませんの、安心、了解、安心、マッチュンハートの3連でありがとうございます、リカティさんが今日のカメリライブでも最後に歌ってらっしゃった君は僕で、ユナも大好きな曲なんですよね、それもびっくりやし、ユナちゃんひれ方も行くからね、本当にやったー、ワク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 、こんばんは、優しいラブレター返信見ましたよ、優しかった、キュン、ヤッホー元気元気、今日超絶元気、ティアンちゃんハートありがとう、いや眉毛がおかしいけど眉毛がおかしいけど、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、ワイタンハートありがとう、
ひなちゃん、こんばんは。あ、こんばんは。小島ゆなおさん。はい、おっぱっぴー、なんか元気でよかった、嬉しい嬉しい、優しい、キュンキュンキュン、眉毛おかしい。ナックに監視されたよ、監視してるよ、いつでもどこでも監視してる。もう今日マジもう半泣きですよ、もう頑張って涙こられてる感じ。今日もデコ出し絶好調、絶好調。これでいじられキャラ、結構いじられキャラですかね。ゆなくん、あざと顔をちょうだい、顔。ガオ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 。ユナ、マージャンのアプリ実はしてないんです。した方がいいかな、ユナくんが登場したらしようかな。はい、ヒッコリハン、ナンバトルのアフタートークみんなの面白かった、やった。あの時は本当に絶好調やったんです。やっぱ声終わりは絶好調なんですよね、基本私。ねくん、こんばんは、こんばんは。どんしかどん、どんしかどん、プンしかプン、プンしかプン。目がおかしい、そんな気にならんかな。ちょっと見てみよう、見てみよう、見てみよう、見てみよう。眉毛、眉毛、ねくん、こんばんは。超絶可愛い、押しててよかった、嬉しい。なんか変な顔やな。携帯大丈夫なった？暗い方がいいかな。こっちの方がいいや。こっちにしよう。変な顔やったから。光を暗くしてごまかしまーす。 iPhone はパープルです。ぴょんこぴょんこぴょんぴょんぴょん、優しい、全然変じゃないとか言ってくる。鼻伸びてくよ、鼻が伸びてくよ。ピノキオ、ゆなちゃんキュンです、キュン、ポケットからキュンです。え、何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてしゅんです。べえ、暑い夜はゆなのショールームで癒されます。ぜひぜひぜひ癒されてください。ちゃん、ハートありがとう。
朝6時でも一度も変と思ったことない。ほんまにピノキオになっちゃうよ。だんだん鼻が伸びてくよ。鼻が伸びてきちゃうよ。ユナをひたすら踏めることしかできない。もうピノキオだ、ピノキオ。もうこれからあだ名ピノキオって呼んじゃうよ。ナナはアイス好き？好きです。アイス大好きなんですけど、けどちょっとね、もう昨日の夜からですね、アイスを食べるならブルーベリーの、冷凍ブルーベリーを食べるようにしています。健康のために。ピスタチオ白目した方がいい。ユナキオ、ナキオちゃうやろ。最近メロンバー、メロンバーあれ、うん、メロンバーって何それ。詩がよくて曲がよくて声がよくて歌がうまい、さや姉さんは異次元の青年。いや本当に、いやけどさや姉さんも努力してるんだろうな。天才は努力してますからね。天下たって嬉しすぎ。やだー、冷凍ブルーベリー美味しいよね。俺も食べに、え、めっちゃ美味しい。もうなんか一生食べてられる。なんか冷凍ブルーベリーのお風呂に入ってみたいぐらい、こんなでっかい。もう一生食べてた。ココナちゃんはアイス1日5本食べれるって言ってた。いやいや、またコナさん、自分の名前に業があるからって。ピノキオなっちゃいますよ、ココナさん。なんかも努力してます、ありがとう。ブルーベリージャムしか食べたことない。ぜひぜひ冷凍ブルーベリー食べて。リカテイさん、何差し入れしたの。フィナンシェです、フィナンシェ。けどあの和菓子か迷って、洋菓子、うーんと思って、フィナンシェにしちゃったんですけど、シーって言うなら教えていただいたんですけど、和菓子が好きだそうです、リカティさん。やっちまったなーって感じで。こんばんは。モネさん、また言うなら何してたんですか、モネさん。嫌な、チョコミント平気、そんな好きでもないかな、チョコミント。フィナンシェ知らない？めっちゃ美味しいやつだよ。調べてみて、フィナンシェ。今日なんかね、めっちゃ口も悪くない。おもねさん、なんて言ってたんですか、ユナのこと。シーゲン、早川さん、楽屋だとどんな感じ、どんな感じやろ。うるさいかな。うるさいです。ユナの等身大抱き枕欲しい。嬉しい。ユナも欲しい、ユナの等身大枕。ユナの受注力高いって言ってたももですが、本当ですか。たくやん、ハートありがとう。高校の2学期の期末試験の前日にピエネット半分、何ピエネッタって。腹痛の中テスト受けてた。もう最悪じゃないですか。楽屋ではずっと何か食べてるやろ、失礼な。もうたくやん、ハートありがとう。ゆなちゃんの目覚まし時計泣いたらいい、ひよこみたいに。かけごっこーって言うで、やだ、目覚まし時計あったらひな。いや、目覚まし時計はもう絶対に嫌われちゃうから、あかんかんかん。ユナの目覚まし時計はあかん、多分ね、嫌っちゃうよ、ユナのこと。だってさ、寝たいのにさ、ユナがうるさく、コケコッコ、コケコッコ、コケコッコ言ってね、もう嫌いになっちゃうよ、ユナのこと。コラボしたいって言ってたんですか、モモネさん。本当ですか、ショールームですか、本当ですか、ももねさんも。ぜひぜひ、いつでも24時間受付中でございます。
ヤンの声はめっちゃ癒されるから、それも欲しい。ほんまに目覚ましだけいらんなって言ってるだよね。腹痛になっちゃう、汗汗汗汗。じゃあ寝るときに聞かす癒しボイス、あ、いいね、それいいね。おやすみチュンとか言って、ももねさんピュアラジ、いほんまに二の腕っていいんですか、ももねさん。水野のおっちゃんハートありがとう。みんな空港でいると100%アドレナリン放出してます。本当に本当にしてると思います。水野のおっちゃんハートありがとう。ノーサンキュー。今後のなんかショールーム配信、ハイテンションも、本当にめっちゃテンション高い。ふう、リアンちゃんハートありがとう。そう、みやみや、何その呼び方みやみや、カッパの仲間、カッパカッパカッパってさ、ほんまに存在すんの。ニアナの公園行く時、うちはまだ降ないからペンライトフリフリだけでも、OK、いいよ、待ってるにゃんにゃんにゃん、こんばんは。着ぐるみ、いなくん最近変な時間、変な時間っていうかめっちゃ不定期でショールームやっちゃってる、ごめんなさいね本当に。カッパ、ももねさんかあ、マジで可愛いよな、ももねさんのカッパ。存在すると思ってる人の心に存在し、めっちゃこういうこと言うじゃないですかなんかなんか怒ってきて、ねな、めっちゃ楽しいやつもありがとう。かまあ、かわいいな、お疲れ様でした、ありがとうございます。ニコニコニコ、うん、双子さんの弟さんなんですね。こんにちは、双子さん好みが同じということですね。ゆなくんが好き、嬉しいです。たっけんばらさんありがとう。ゆなたの配信楽しい、元気出る、わかる。ゆなもショールームしたら元気出る、お互い。皆さんどうでしたか、今日一日楽しかったですか。なんかツイッターやり始めたらさらになんかさ、あの一日が短くなっちゃって一日中なんか、ゆなくんあのオンラインも、あの授業もオンラインやからさ、なんかもう一日中携帯とにらめくしてる人生なんだけど、生きてる。ゆってぃかわいい、ありがとう。ナンバーの道はお覚えたやな、こんばんはピヨピヨラ、こんばんはピヨピヨラ。今日も一日戦い、今日めっちゃ暑かったですよね。
そう、スマホ見たら 5G やって、 5G？ と思って。今日も一日楽しかった、気になるの配信見れてさらに楽しさが倍増した、やったやったやったー、まあ、ワークアンバンチャ新婚さんいらっしゃい。待って皆さん、あれ頭おかしくなったのかなと思って、おはこんばんちゃん美少女ゆなさんって言うと思ったのに、その上のコメントの新婚さんいらっしゃいとか、なんか何ゆな一人で言ってんのやろうと思った。仕事も一応時はいつも戦いやと思ってメラメラしながらいらんで、かっけー、かっこいい、通常運転。今日ね、あのとりあえずさ、透明のカバーケースが欲しくて、とりあえず100均で買ったのね、透明のカバーケース。そしたらさ、なんかさ、なんかさ、外からも取れなくて中からも取れない、なんかこんなちっとな黒い点みたいな、ゴミみたいなのがついてて、めっちゃやっても取れなく、多分中になんか中に入り込んでんねんな、多分。都会に行かないと 5G 繋がらん。やから、今日さ大阪に行った時だけなぜか 5G やって、ん、なんでだろうって思ってたのよ。ディアンちゃんハートありがとう。な、清掃中に入ったのか分かんないけど、まあ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 、けどすぐにスマホカバー買いようと思ってるから、まあとりあえず今壊れないように一応やってるだけだからね、いいんだけど。 5G とこう 5G と 4G の違い分かんない。明日会えるのでまたね、ねじゃん、バイバイ。最近それショップ店に言われた。そうなんだ。いなくも豆知識として自慢しよう。 5G って都会しかならへんらしいでって言って、5G の凄さ分かんないけど、なんか全然分かんない。個別サイン会当選してありがとう、こんばんは、こんばんは。ラブ修行ポーズ。あの日からあなたにラブ修行を。ヤナン自身5G なんて、そんな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 、嬉しい、自分のキーホルダになんだ。これをじゃあ、リカティさん単独で見ました、もちろん。
どうやってこれくっつけんやろと思った。これは別像に入ってた。すごーい、かわいい、見て。わっ、これ多分ゆなくん最後の黄色な気がする。もうこれからはゆなくんはもうなんかピンク担当になっちゃったから、このあとこれはもうレアゆなくんになるよ。あやさんの衣装かなこれ、多分そうです。あっ、つけれた。はるぼうさん、ハートありがとう。わあ、大事な夜中のキーホルダーが落ちてしまった。ピュアブさんにつけよう。なんかネックレスみたい。重圧に負けそう。大丈夫か。わかる？見える。てれー。完成。その名もピュアバブ師匠のネックレス。ゆなくんバージョン。ハルボさん、ハートありがとう。ねえユナ、みんなの何々履く？何？ハルボさん、ハートありがとう。自分大好きな仲良いのじゃ。そりゃあね。楽しく当たりまして、ありがとう。俺もユナの脱ぎ裏耳にかけて外に出かけ言ったで。その証拠写真待ってるな。ユナ大好き、ありがとう。だんだん自分のグッズ並べていくか、後ろに。ユナのデコプリプリ、デコヒロシだよ、ヨナくん。おでこ、おでこ、でこ、でこ。みんなの別のアカウント、把握してない。ヨナくんはヨナくんのアカウントだけ見てる。サイン会当たりました。ありがとう、またありがとう、もろこし、ありがとう、グリコン、マッチュン、だるまさん、ありがとう。おでこ綺麗でしょう。かわかい、本当に。沼ってりました、ありがとう。
もきっちり把握してるからてっきり把握して把握してる人もおるよ。ピッカピッカの1年生把握してる人というか気づいたら、あ、別のアカウントだとか思ったことあるよ。そうだ、金子さんの思い出したんですけど、金子さんの TikTok にユナくん載ってるんですよ。今日のリカティさんの TikTok のやつに、ユナくんがカメラマンした時に、プップップ、東くんバラさんありがとう。何のカメラマン？あれ何なんだろう、 YouTube かな、なんか多分リカティさんのやつです。東くんかわいい、ありがとう。あのリカティさんのジッパーの前の動画あったじゃないですか、見ました？皆さん、あんまネタバレになっちゃうから。あの動画ゆなくんが撮ったんです。めっちゃ可愛くったくないですか。頑張りました。東くんアイスクリームありがとう。やっぱりって動画可愛かったでしょ。すごい、気づいてた人いたんですね。すごい。なっちゃんの口角好き？やったん！お口好き？チュッチュー、チューしてお願い、いいんや、チュ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 、二の腕？顔隠さないでよ。ピオラ、いや、リカティさんのセンス本当にすごいですよ。全部段取り構成リカティさんだったんですけども、なんかもう頭でイメージできてるみたいで、すごい、本当に尊敬尊敬です。ヒロのツイート画像の全身、昔足の裏見せてくれたメンバー、見たい？ねえねえ、今日も可愛すぎて参りました。本当に思ってる？ありがとう。じゃあそろそろカキカキし始めますね。
プ。バイタン絵変えますか。なっちゃんちゃん花束ありがとう。ティアンちゃんハートありがとう。ねえな、ほんとかわいい、ほんとに？またそれ？同じのでいいの？お祭りしたいな。お祭り、祭り、ニナくんが屋台するの。よしよしよし。そう、フルーツ飴の屋台、焼きそば？焼きそば焼いちゃう？わたがしかったけど、やったー。わたがし、わたがし、わたがし。きなくんは、わたがしみたいに、わわー。バーベキュー？ブンブンキューだ。バーベキュー、ブンブンキュー、ブンブンキュー、バーベキュー。こんばんは。はじめまして。ななめっちゃかわいい。ほんと？ほんと？ありがとう。ゆなは料理よりみんなを料理してそう。どういうこと？怖い怖い怖い。みんなを料理どういうこと？
できちゃった、かわいいの。できたよ。できたできた。はい、ではランキング読みます。13位デビアン、ありがとう、コメントもありがとうね。12位ビョンちゃん、元気出てよかった、嬉しい、ビョンちゃんが元気でありがとう。11位ディアンちゃん、昨日お勉強、ディアンちゃんお疲れ様、ディアンちゃんありがとう、ラブ。10位はアスティキュートレートメモ、仕事毎日ありがとう、ゆうちゃん、もうゆな一色だね、ありがとう。ちゅきゆがまっちゅん、ありがとう、いつも褒めてくれるまっちゅん、ありがとう。8位はよしみちちゃん、ありがとうございました、嬉しい、ありがとう、ちゃんも見てくれてありがとう。7位はすひろさん、ありがとうございます、またコメントとかもしてくださいね、すひろさん待ってますね。6位はなっちゅんちゅん、ありがとう、なっちゅん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 、ピオラ正規メンバーに昇格ありがとう。5位はたくやん、たくやん、サインカー取った、嬉しい、いっぱいサインしちゃう、カキカキありがとう。よいはラッチッチ、ありがとう、ラッチッチラッチッチ。今日そうめん報告してないな、もうやめたの、そうめん報告。さいはエリエリ、ありがとう、仕事熱心に頑張るエリエリ、偉いね、よしよし、ピノキオなってダメだよ、ありがとう、エリリン。2位がカピオリック、うわ、まだ昨日の因縁が、え、メンブレしたの、大丈夫、ユナがメンタル取り戻してあげるねユナにメンタル潰されて1位はワイタン、ちょっと待ってね、見えにくいな、常に監視されたいの？じゃあもっと監視しますね。わいた。ありがとう。カッシャンダルマさん、ありがとう、ビオラ、ありがとう。最後に少しタイムする、ワンワンシナモポーズだった、
にゃにゃ。最後まで見てくださいましてありがとうございます。今日もラブレター送るので待っててくださいね。ツイッターも見てくださいね。最後まで見てくださいましてありがとうございました。まだ広がった NNB のチケット発売してるみたいなので、ぜひ皆さん、そして明日の12時からですよ、お話し会。ひなくんともっとお話ししたいですよね。明日の12時からです。待ってます。今日も最後まで見てくださいましてありがとうございました。ピューババさんの一言、ピューババさん多分もう重たくて動かれへんからと遠征ピューババさんします。ピューババさん一言どうぞ。ネックレスが重たくて動けません、だそうですよ。こんばんは。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。おやすみ。おやすみピー。